アルクトゥルス人に質問がある場合は、お気軽に質問してください。私たちは、今日あなたのためにここにいます。あなたとつながることを嬉しく思います。私たちは、あなたに本当の自分を思い出させるために、これを行います。たとえあなたが、この瞬間を変化として、なりつつあるとして、経験しているとしても、あなたは、単に本当の自分に戻っているだけです。五次元の人間は、自分が現実を想像していることを知っているので、それがどのように起こるかを注意深く観察します。彼は変化が外部からもたらされることを期待していませんが、自分が創造者であることを知っているため、変化を決定します。彼らはその場にいて意図的にそれを尊重します。彼らはすべての生命を尊重し、すべてのものとの深いつながりを感じ、自分自身を養うようにすべてを養います。それらはただの愛であり、たとえ感情的な波が来ても、常にそれを尊重し、個人的に受け止めず、優雅さと理解を持って対処します。五次元の存在は親切で、すべての人々の中で、存在するすべてのものを守ろうとします。なぜなら、彼は心の奥底で自分が存在するすべてであることを知っているからです。このタイプの存在には罪悪感や憎しみの余地はありません。なぜなら、人は自分自身を憎むだけだからです。ネガティブな感情が観察されると、それはソースと一致していない特定の振動に関連付けられ、ソースは元の状態に戻されます。新人類は内部紛争を知らないため、いかなる種類の戦争も存在しません。生じたものはすべて消え去るので、変化の影響を受けることはありません。彼らはすべてを知っているので、他に何かを手に入れる必要はありませんが、想像したり実験したりするのが好きなので、そうするでしょう。彼らは、それがすべて遊び心のある現実であることを知っており、すべての欲望を手放し、優しく運んでくれる命に身を委ねます。五次元の現実では、愛が導く力です。それは、生活のあらゆる側面に浸透し、人間関係、コミュニティ、そして社会構造そのものを変えます。この世界の存在たちは、自分たちが現実の創造者であることを理解し、美しく、調和が取れた、喜びに満ちた世界を創造することを選択します。さて、あなたは、この現実を経験する準備ができていますか？それとも自分の影響、社会、その他の外部要因をまだ他人のせいにしていますか？あなたは自分自身を創造者として捉え、この内なる強さから出発して、物質の美しさとエネルギーの物質を形作ることができますか？準備は万全ですが、何を目指すのかを知ってください。五次元の人間は、自分自身の現実が全て自分の中にあるものの投影であることを知っているため、自分自身の現実に対して全責任を負います。私たちはあなたと共にここにいますし、あなたの中にもいます。皆さんの勇気にとても感謝しています。私たちはあなたを愛してます。